俺はダルライザー、転んでも起き上がるダルマをモチーフにしたヒーローを制作、自分で着用し日夜白川を守るために戦っている。みんなと同じ白川市民だ。名前はダルマに英語で起きるの意味のライズを加えた名前、それがダルライザー。努力と工夫で何度でも立ち上がれが決め台詞。前回俺のライバルダイスの作戦でヒーローとしてのやる気をそがれてしまった。こんな特殊能力も必殺技もない普通の人間の俺をラゴーが励ましで救ってくれた。それから様々なことを学び、今は俺の気持ちにも変化が出てきている。効果が持続してるとは思えない。ダルマはトラウマを乗り越えた。やはりか。大的なコントロールでトラウマを表層化しても人間にはそれを乗り越える力がある。予測不能な結果ではない。ダルマが特別なわけではない。我らの作戦の爪が甘かった。どうするのだ。俺が何も考えてないと思うか。次の計画だ。ブルート計画。冥王か。冥王って死神の王様かな。死神の王。その計画は何を指す。審判を下してやるのだ、社会にな。審判？プランニングマップだ。なるほど。しかしよく考えるぜ。準備に数ヶ月かかるな。構わん。入念なテストを行う必要がある。やるぞ。もしもし、ラゴだ。ダルライザー、ダイスが動き出した。ブルートって情報を掴んだ。ヒントになるんじゃないか。すまん、またかける。ブルートはローマ神話において冥府を司る神、ギリシャ神話においてはハーデスにあたる死神。社会に審判を下す死神。まずいんじゃないのか。ダルライザー、いや、俺もヒーローだ。できる、できるんだ。言ったな。もう大丈夫だろう。ねえねえ、それ何も書いてないように見えるんだけど。これから伝える。プルート計画って何なの。ナンバーワンが携帯で文字を打って書いただけだ。単なる思いつきだろ。よく考えるぜ。白紙だもんな。あ、じゃあやっぱり書いてないんだ。時間稼ぎだ。マスクがブルって触れるとビクってなるよね。見られてるって思うよね。だがそれでわかるだろう。ご苦労だった。もう大丈夫だろう。レーダー圏外に出た。でどうすんだ。ラゴーは自分の力を信じつつある。ナンバーファイブ。はい。お前に頼みたいことがある。おそらく一番の適合者だ。え？何の？怖いの嫌ですよ。この中でヒーローになりたいと思うやつはいるか。
手を挙げろ。な、何の関係があるんだ。これはアファメーションドライブ。なんだそれは。アファメーション、つまり自己暗示だ。自分の強く思う思いを増幅させてくれるマシンだ。それでナンバーファイブをヒーローにするつもりか。そうだ。わずかながらだが脳波をコントロールし、身体機能も 2% ほど引き上げる。うわあ、すごい。くれるの？お前が適任だ。ついでに少しばかりコスチュームをプレゼントしよう。ついてこい。何をする気だ。続きは基地で聞くとしよう。そんな風になれるならいいな。僕もマジシャンになりたい。するだろう。人間だからじゃなくて年だからだろ。は？おいおい、勘弁しろよ。30代で年だなんて言ってられないぞ。そうだな。トレーニングはこれくらいにしよう。で、仕事の方はどうなんだ？ああ、まだまだだ。やはりヒーロー業ってのはボランティアイメージが強い。脱サラしてヒーロー起業。ヒーローの方が儲かると思ったか。いや、そうじゃない。好きこそものの上手なれだろ。俺がこれで成功したら若者に無限の可能性を提示できる。自分の好きなことを仕事にするんだって。なるほどな。俺には夢がある。だから飛び出したんだ。街を活性化するってことだろ。もちろんそうだ。これで喜んでもらって生計を立てるにはどうしたらいいかって。生計とかあまり強調しない方がいいんじゃないか。あ、そうか。きっと今まで通りやってればなんとかなるさ。応援すんだろ、みんなを。今まで通りではダメだ。もっと役に立たないと。進化しないと。これでいいと思わず常に前進するんだ。進化ね。変えちゃいけない大切なものもあると思うぜ。うん。ななこさんは子供も生まれて幸せそうだ。うん？なんで急にななこさん？ななこさんは今まで俺たちの活動を支えてくれた。だがそれは時間を犠牲にしてくれている。俺は最初気づかなかった。もし彼女の引退をさせなかったら今の幸せはなかったかもな。俺は前のあんたと同じ仕事をしながらあんたを手伝ってる。一人ならできるだろ。家族ができると時間、お金、人、どこかに必ず負担が出るんだ。俺には守るものがある。ちょっと待てよ。俺には守るものがないって言いたいのか。いや違う。俺の話をしてる。ななこさんのおかげで気づけたってことだ。仕事しながら活動するのが辛かっただけだろ。違う。俺のために時間を犠牲にする家族がいるということだ。すまん。この話はまたにしよう。俺も今はまだ発展途上だ。いいアドバイスをしてやれない。今度話そう。うん、分かった。
ダイスがいつ動くかは見張ってる。頼む。じゃあな。アドバイスをしてやれない、上から目線だな。ヒーローだな。見た感じってまあな。つかエンマって悪役みたいな名前だな。悩んでそうだから声をかけた。聞いてないのかよ。白川を守るって言うならダルライザーがいるって分かっててやってるんだろ。もちろんだ。じゃあ手を取り合って活性化しようってことか。いや違う。最近ダルライザーは起業家しただろ。開業届を提出した。あんた税務署の人か。違う。この町から真のヒーローは消えた。だから俺が現れた。おいおい、そんなことでかい声で言って大丈夫か。ヒーローとは自分を犠牲にして人を喜ばせることができるやつだと思うんです。だから私が、僕が、いや俺が白川を守ることにした。無料ですからいつでも呼んで。連絡はここまで。114-116まで。いいねヒーローまで。114だったらいいよだろ。いいよヒーローまで。ちゃんと設定考えてきたのか。そんなことはどうでもいい。俺は白川を守りたい。それがあれば十分だ。ああそうだな。その思いは重要だ。目的は何だ。子供たちの笑顔、高齢者の笑顔。ちょっと待て、その間はどうだったんだ。まあ要は子供からお年寄りまでってことだ。じゃあ最初からそう言えよ面白いやつだな。そんな君も今笑顔になっているはず。マスクの中で問題ない。普段は何してるんだ。アルバイト。アルバイト。そうだ、アルバイトで稼いだ金を、ここに投資してるのだ。みんなの笑顔はプライスレス。アルバイトなのに、あんた、頑張ってるな。まだまだ、これからだ。出来たてだからね。ん？ダイス。くそ、こんな時に。ラルモ、今日こそは貴様を倒してやる。なんだ、あいつは。私はエンマ。お前の正義を審判する。エンマ、これは遊びじゃない。下がってろ。データがない。当たり前だ、出来たてだからね。出来たてのヒーローが我らと戦うというのか。エンマ、ダメだ、帰れ。問題ない、俺はヒーローになれる。俺はヒーローなんだ。俺はヒーロー。ダイス、お前の正義を審判してやる。エンマ、ラウンドワン、ファイト。ハッ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 シュヤムーン。くらえ。エンマアパパ、大丈夫か。いくぞ。チェフチェロチェラ。ナンバーファイブ。
はヒーロー、俺はヒーロー、俺はヒーロー。大丈夫かエマ。問題ない。お前根性あるな。名前通り強いな。俺はヒーローになれた。なりたかったんだよヒーロー。ラゴー、ブチカン。ああ、こいつがいたおかげで助かった。誰だ。こいつはエンマ。本日デビューしたヒーローだ。本日デビュー。私はエンマ、白川を守るヒーローだ。お前の正義を審判する。ダイスを倒すのを手伝ったのか、素人か。そうだ。てかダルライザー、素人ってなんだよ。デビューしたてなんだろ。なんだその言い方、上から目線だな。あんただって素人だろ。俺は素人だけどただの人間だって言って、努力が大切だって訴えてるダルライザーみたいになりたい。諦めるなって言葉が響いたんだ。ヒーローになりたい。聞いたか、あんたに憧れてヒーローやろうって思ったやつを素人なんて言うな。心はヒーローだろ。すまん、言い方が悪かった。経験が少ないから危険って意味だ。経験の多さじゃない。戦ったことでエンマは成長する。自分を犠牲にしてこいつは頑張ってんだよ。熱い思いが大切なんだ。金で動くヒーローじゃないんだよ。ああ悪かった。謝れよエンマに。エンマに謝れよ。ああすまなかった。いや大丈夫っす。行くぞエンマ。俺が考えてることは両立できないのか。ナンバーファイブやるじゃねえか。いい調子だ。ラゴーがまるでアスラのようだな。ちょうどダルライザーを追い出そうとしたナンバーワンのようだ。狙っていたのか。ナンバーファイブは大丈夫なの？自分で分かってやってる？アファーメーションドライブは自己暗示が強ければ強いほど忘れてしまうかもしれない。だが演技もしているはず。戦闘になってアドレナリンが出すぎたか。調整した方がいい。呼び戻すか。エンマ、お前の正義を審判する。元気そうだ。ナンバーファイブ、ベルトの調整をする。それを外せ。調整？問題ないよ。ダルライザーとかラモーの正義を審判するんでしょ。いや見てもらった方がいいよ。問題ないし、俺はヒーローになれたんだ。子供の頃から憧れたヒーロー、誰よりも強くなるんだ。みんなを救うんだ。俺はヒーローなんだよ。ダイス、こんなところで何をしている。ナンバーファイブ、もういい。取れ。もう十分だ。うるさーい。お前たちの正義を審判する。ダメだ、取り押さえろ。ふん、うん。エンマも やめろ。ヒーローになったんだ。離せ。ヒーローの何がいけないんだ。俺は人のために頑張ってるのに。悪を倒すんだ。
うわっ、痛っ。もういいと言ってるのだ、この野郎。やめてよ、無理やりはやめてくれ。ナンバー4どけ。ナンバー5は純粋にヒーローへの憧れが強いだけなんだよ。話せばわかる。どけ貴様。ナンバー5、ナンバー5、ナンバー4だよ。貴様とか言わないでよ。分かった分かったからどいてよ。ナンバー5。おお、かかったな。ここは分が悪い、私は戻ってくるぞ。はっナンバー4、余計なことすんじゃねえ。人の気持ちを持って遊んでるだけじゃないか。僕がナンバー5を説得してくる。どうする？貴様の装置はいつも欠陥品だ。何？ナンバー5は俺の弟みたいなもんだ。脳に影響はないんだろうな。待て、喧嘩してる場合ではない。いずれバッテリーが切れるだろう。ダルマとラゴーが別離し始めた。今の状態は我らに不利ではない。だがナンバー4の行動が気になる。ナンバー3、追って状況を報告しろ。了解、我らも行くぞ。何をだ？聞いて。あ？なんだ？ナンバーファイブを助けてほしい。彼は今エンマというヒーローに、僕らが作ったベルトでヒーローになりきってるんだ。何？ラゴを騙しているのか？騙しているのとは少し違う。思いそのものが彼をコントロールしてる。機能が暴走している。そうか。ん？それを外せば元に戻るのか？そう！外そうと思ったんだけど、逃げられた。ナンバーフォー！何してるんだ？ダイス！ダルマ野郎、俺たちはお前をヒーローとは認めない。だから俺たちがヒーローを作ったんだ。純粋なヒーロー。何？ハッ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 ！ダイス！現れたな。お前の正義を俺が審判する。ダルライさん、大丈夫か？大丈夫だ。それよりラゴ、そいつから離れろ。なんだいきなり。そいつはダイスの5つ目だ。何？そう、我らが作ったマシンでヒーローになったのだ。なんだと？だが俺が作ったマシンは自分の思いを増幅させる装置。ナンバーファイブはあまりに純粋にヒーローを目指していた。我らはダルライザーになり代わるヒーローを作るために、思いが純粋なナンバーファイブを選んだ。なぜそんなことを？貴様が自己犠牲ではなくビジネスを選んだからな。ダイスの正義を提示するために。ということはエンマが言ってることは本当の思いなのか？思いに支配されちゃってるんだ。止めないと。これは罠だ、ラゴ。おのれ、ダイス、悪事は許さんぞ。もう我らのことも忘れている。だから止めようとしているのだ。マシンの暴走は想定外、我らの邪魔になってしまった。ラゴ、うるさい。貴様らの正義は俺が審判する。エンマパンチ。Yeah!
一生懸命やってるのに、なんでみんな僕を止めようとするの。ダイス倒してるじゃん。俺もそれでいいと思ってた。だが進化しなければならん。ラゴー、何をする。こいつは純粋にヒーローをやろうとしてる。守るべきはダイスからじゃないのか。ダイスから。本当はダイスなんかやりたくないんだよ。こいつの本音なんだろ。ヒーローになりたいって。ダルライザー、あんたはこいつをヒーローにするのか、それともダイスに戻すのか。貴様、ナンバーファイブを返せ。ラゴ、ありがとう。ああ、お前の思いを守ってやる。ナンバーファイブ、クソ、ダメだ、一旦引くぞ。ラゴ、話を聞け。やめろ。やめたわ。もうなんでこいつの思いを分かってやれないんだよ。あんただって俳優の夢諦めたけどヒーローやってんだろ。思いだけではヒーローになれないんだ。それでも俺はみんなを活気づける、応援する。俺はずっとそうしてきた。でもそれでは生活していけないんだ。生活？俺たちはバイトしてるから大丈夫だ。大丈夫じゃない。いつまでもバイトをしていくのか。現実はどうする。それこそ夢物語だ。ダルライザー、そんなことをヒーローが言っちゃダメだ。ヒーローの仕事は人を助けることだろ。なんで俺が生活のことを言っちゃダメなんだ。どんな仕事だって人を助け、それと交換にお金をもらい生活になっているんだ。だったら白川の人の助けになり、白川の人に夢を与えるダルライザーは仕事じゃないのか。そう考えるのはいけないことなのか。俺は間違ってるのか。それでも生活なんて夢がないことヒーローが言うべきじゃない。俺はダルライザーを現実の仕事にする。それが俺の夢だ。ダルライザー、ちょっと聞いていいか。それじゃあ使ってもらえないぜ。ああ、俺たちはボランティアでやってるから使ってもらえるんだよ。え、エンマ？ラゴー、これが現実だ。みんなそうだ。本当は仕事になるようなことを時間やお金、人、何かを負担してやっている。みんな素晴らしい仕事をしているのに、無料だと受け入れられ、有料だと煙たがられてしまう。みんな価値があるはずなのに。ヒーローは仕事じゃねえ、気持ちだ。気持ちは大切だ。ならいいじゃねえか。自分の生活がボロボロになったって人は喜ぶだろ。ボランティアだ。俺は依頼が増えてバイトの数が減ったら白川氏から補助をもらうよ。エンマ、それは誰に生かされてるんだ。俺たちはみんなの税金か。俺は俺の仕事で生きる。これはいけないことか。だったらどうやってあんたの理想を叶えるんだ。俺の努力だ。地道でもみんなに仕事としての価値を認めてもらえるような活動をして、町の人々を幸せにする。そうやって仕事だって理解してもらうんだ。俺にはもっと役立てることがあるはずだ。ダルライザー。ああ、あ、それいいね。なら俺もこの活動を見つめ直そう。エンマ、俺はやるぞ。
ヒーローを仕事に、仕事に、仕事に。誰だいさ、俺はお前の仕事を審判してやる。エンマジョーク、ジャックパンツのクロエ、やるな。失念、ジャックパンツ狂気。やめろ、やめるんだ。そろそろなさい。なんだ、力が上がってるのか。お眠りなさい。やめろ、失念。おやすみなさい。やめるんだ。かかってない。貴様は本当に役に立つのか。あ、ただのコスプレ野郎が。エマ、やめろ。ラゴ、何をする。俺はこいつの仕事を審判するんだ。ダルダイザーはコスプレじゃねえよ。俺がヒーロー、私がヒーロー、私もヒーロー。ラゴ、なんで僕、ラゴーと取っ組み合いを。ナンバーファイブ？うわタルライザーまで。なんで。いや、体いってー。ああ、よかったー。なんだ、多分電池切れ。そうか、今日は見逃してやる。帰れ。うん。俺は知らないうちに自分を犠牲にしていたのか。そうかもしれないな。ダルライザーは認めてもらえないんじゃないかって不安はないのか。不安？仕事として失敗したら。不安だよ。俺は本当に必要とされているのかって。だったらラゴー、新しいことを始めようとしたら必ず不安はつきまとう。でもな、俺はヒーローなんだ。転んでも立ち上がるダルライザーなんだ。だから俺は不安になんて負けていられない。前に進むなあ。うん？俺をダルライザーの会社で雇ってくれよ。今はまだ無理だ。出来たてだからね。本気にすんなよ。え？俺は俺のヒーローを自分自身の手で見つける。あんたがそうしたように。悪くないな。上から言うじゃねえ。今のうちに考えるんだ。来たるべき未来に備えて今何ができるのか。俺は白川を守るダルライザー、白川にいる本当のヒーローになる。それじゃみんな努力と工夫で何度でも立ち上がれ。なんだよ、俺にも言わせてくれよ。待て待て、お前はお前のヒーローを見つけるんだろ。自分で考えろ。ああ、おう、今は浮かばないや。立ち上がる勇気はもうその手の中にある。明日へと